時刻は十時を回りました。この時間は、FM 技能湾防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りいたします。お届けするのは、FM 技能湾の山内と言います。皆さんよろしくお願いします。この番組はですね、えー、地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう、情報発信をすることが目的でございます。 できる限りですね地域に根ざした皆さんの暮らしにですね本当に根ざしたさまざまな情報をお伝えしていきますので、えー、最後までお付き合い願えればと思いますよろしくお願いしますこの番組ではご意見ご感想を受け付けております防災防犯に関する豆知識日頃から心がけていることなどなど些細な情報でも構いませんメールアドレスは 七九七アットマーク fm ギノワンドットコム、七九七アットマーク fm ギノワンドットコム、また fm ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。またサイマルラジオでもですね、えー、聞くことができます。 FM 技能案のホームページからどちらも見ることができますのでそちらもお楽しみくださいえ簡単にですねえ視聴可能ですので FM 技能案と検索していただければえそのホームページからすぐ見ることができますのでぜひぜひそちらでもお楽しみくださいえこの後はですねえっとですねこれは 宜野湾市の防災室が、えー、発行しております宜野湾市総合防災マップからきょうはです、ね、崖崩れ、土砂災害ですね、土砂災害について少しお知らせしたいと思います。 さてお送りしております FM 祇ン防災防犯番組ライフサポートラジオでございます、えー、この時間は祇ン市総合防災マップより土砂災害についてお知らせします、えー、土砂災害には三つ3種類あります土石流地滑りそして崖崩れですねこの3種類があります、えー、地滑りとはですね 粘土のような滑りやすい地層に雨水などが染み込みその影響で地下水位が上昇し地面が滑り出す現象です。でこの、えー、もう一つ土石流とは谷や山の斜面から崩れた土や石などが大雨や長雨による水と一緒になって一気に流れ出てくる現象でございます。また、崖崩れとは、 地中に染み込んだ雨水により、急な斜面が突然滑り落ちる現象です。また地震によって起こることもあります。こうした土砂災害の、えー、前兆ですね、ありますので、ぜひこれ見たときはですね、気をつけていただきたいと思います。まずは、えー、土砂災害の前兆、崖からの水が濁る。 とということですね崖からの水が濁るそしてがれ系に亀裂が入る小石がパラパラと落ちてくる、えー、また山なりや、えー、立ち木の裂ける音石のぶつかり合う音が聞こえる雨が降り続いているのに川の水位が下がる川の水が急に濁ったり流木が混ざり始めるこれもね前兆、えー、らしいですよ。 地面にひびができる、ひび割れができる、沢や井戸の水が濁る、斜面から水が噴き出すなどなどのですね、えー、全兆を見たときはです、ね、ぜひ、あのーまあ、避難とか、ですねあるいはそのお近くの警察、消防とかにですね連絡していただきたいと思います。 以上ですね、土砂災害、これからですね、また台風も、えー、やってきます。で雨が続くと土砂,土砂災害も起きますので、ぜひ皆さん、えー、注意してください。以上、宜野湾市防災総合防災マップよりお届けしました。このあと、CM の後ですね、今日は素敵なゲストさん来てくれています。今日すごいですよ。えー、一見、ちょっとね、怖いですけども。 皆さん素敵な笑顔で今待っていらっしゃるのでそれでは CM のあと登場していただきますでこのあと、えー、登場となりますので、まあ、まず最初は平さんからですねはい <laughs> さあ、えー、お伝えしております、お送りしております、FM 技能案防災防犯番組、ライフサポートラジオでございます。今日はですね本当に素敵なゲストさんに来ていただいているんですが、その前に、ですね、えー、っと技能案警察署、平良さんによるですね、えー、っと6月中の110番受理状況についてお話ししていただきます。では、平良さん、よろしくお願いします。いはい、どうぞ 入ってますかねはい <laughs> 大丈夫です、えー、いつもの平イですんで一ついつもの平イさんですねよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします百頭板等の自流状況を6月中の説明したいと思います、はい、今回はですね百頭板自流状況おそれから犯罪発生認知状況おそれから水難事故防止期間中におけるギナワン警察署管内の回帰レジャーに伴う危険行為について、はいえー 説明したいと思います。よろしくお願いします。えまず最初に百十番の受理状況ですけども、六月末の百十番の受理状況は。沖縄県全体では一万四千百五十四件の受理。宜野湾警察署では千百五十九件の百十番受理となっております。え百十番受理の事案、あ種別についてですけども。おお、刑法犯関係。 交通関係、その他の法令関係、喧嘩口論、保護、救護関係、災害関係、各種情報、要望苦情相談や各種紹介で、これに加え、虚法と誤法となっております。6月の事案別での特徴といたしましては、保護、救護関係の 冷水車が98件と増加しております夏場に入り飲酒の機会も増えついついに過ぎて路上寝や飲酒による喧嘩口論などいわゆる飲酒絡みによる事件事故に巻き込まれる恐れが十分にありこれは社会的問題と言わざるを得ないという状況であります次にこのような現況化において え、ギノ警察署管内6月末の犯罪発生状況ですが、全警報認知件数は299件で、全年対比でマイナス19件減少しております。<お>しかしながら、夏場の犯罪などの特徴といたしまして、公然わいせつ、うん、強制わいせつ、除きや犯罪にまでは至らない声かけ、 つき,つきまといなど、社会的弱者である女性、子どもを狙った百1番などの通報も目立っておる状況であります。なるほど一方で、えー、夏場の百1番通報の特徴として、えー、宜野湾漁港内での飛び込み遊泳、うんえー、西海岸海域での遊泳客と水上バイク、プレジャーボートの混在した マリンレジャーによる危険行為などの百1番などの通報も増えていることも特徴といいます、うん、このような行為は一歩間違えば第三次になることは誰しも強く感じているものと思いますこの数字案の対策として警察においても各種広報を活用して水難事故防止活動を強力に図っているところです以上のとおりの状況でありますははいいありりがとうございます田原さん夏場はやっぱり ちょっとした性犯罪も増えてくるという、あとは水難事故ですね、水難、えー、による犯罪というか、そういったのも増えてくるということなので、ぜひ皆さん気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、えー、まずですね、今日来ていただいている皆様、自己紹介からお願いしたいんですが、えー、じゃあ、どうしましょうか、こちらから。はい お願いします。はい、ええー、エフエムお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。宜野湾警察署交通課の稲嶺と言います。稲嶺さん。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして。はい、地域課に所属しております。有久村学と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。有久村さんはもう本当に珍しい名字です、ね。はい、よく言われます。よく言われますよね。<laughs> はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして。 はい、ええー、刑事課の中曽根総審と申します。よろしくお願いします。はい、中曽根さん、よろしくお願いします。そして、はい、えー、地域課に所属しております平石と申します。よろしくお願いします。はい、平石さん、よろしくお願いします。ええー、今日はですね、実は皆さん、あの。テーマですね。訪日外国人などへの、えー、などの急増への。この警察対応とのことなんですが、平さん、この趣旨。 説明してもらっていいですかはいわかりました、えー、私平の方から説明したいと思いますはい、えー。その趣旨は急速に増加する訪日外国人などが世界一安全な国日本を目指す我が国の良好な治安を体感できるような環境を整備するための情報発信でありますなるほど世界一安全な国日本の体感それを 外国人が体感すするためということですね、えー、今回、警察広報を英語と中国語で発信してくれるということですが、えー、早速、外国語で情報発信していただきましょうねねそうです、ねえー、英語と中国語で情報を発信する前に、えー、どういう内容なのかということを日本語で説明したいと思います。 えーえー、本日は技 FM 技能案において時間を割いてくれて感謝していますそれではこれから沖縄県内における水難事故について説明させてください昨年中57件の水難事故が発生しており37名の方が亡くなられていますその中で子どもについては10件発生し2名の方が亡くなられています今年に関しては4月現在で7件の水難事故が発生し 5名の方がすでに亡くなられています。これは危険な状態と言えるでしょう。沖縄県では毎年4月から海開きが行われ、水難事故の発生を懸念している状況です。私どもは水難事故対策が効果的に行われるように引き続き推進していきたいと思います。私どもは水難事故防止対策として、本年は4月28日から8月31日までの間、取り組みを行う予定で、 今現在は取り組みをしている状況です。えー、宜野湾市ではトロピ,ピ,、ね、ピカルビーチに足を運ぶ方が多く、<laughs> はい、ビーチではバーベキューや水難海水浴をする人々があ多い状況です。もしビーチで海水浴をする方がいらっしゃったら、全員で海水浴をするのでく、う交代ずつで。 え荷物を監視する役目を作った方が防犯に効果的だと思います<は>また注意点として海に入る際はぜひ飲酒していない状態で入っていっていきたいと思ってます特に泥、えー、水の状態で海に入ると正常な状態でないので危険が伴うことが懸念されるからですとの内容ですあ結構長いですね,ですねじゃあ、えー、英語と中国語まずじゃあ英語ということで <coughs> Thank you your cooperation to share the time in this radio FM Gino 1. I'm Manamu Kubra of Gino One Police Station, being to Community Police Affairs section. From now, please let me explain about a disaster in Okinawa. Last year, a disaster at sea occurred 57, were 37 people dead. The disaster a sea of ch children occurred 10 were two people dead. In the other hand, as of April 2016, it's already occurred seven were five people dead. It's hazardous condition. every year from April in Okinawa, such as the passing of, of the sea opening is carried out. the future. From being concerned about the occurrence of the disaster at sea, we do continue to effectively promote measures to prevent the disaster at sea. We, Okinawa Police Headquarters, measured water accident prevention from 28th of April to the end of August. In Ginowan City, a lot of people used to go to the tropical beach, make a barbecue, and swimming. However, while well, you're enjoying, it's often stolen luggage, in fact. So, if you swim, do not swim at all. I think it's good to get a look at the luggage to someone by alternation. In addition, as a note, when entering the sea, please enter in the state that does not drink alcohol. In particular, To enter the sea in the drunken state is accompanied by a very dangerous. That's all is t a community of information in English. 以上です素晴らしい <laughs> 発音も素晴らしいですねすやっぱりなんかそういう勉強もしたんですかはい。沖縄県警では英語研修というのもありまして素晴らしいですね、はい、研修を受けて来、はいはい、ましたではもう じゃあ次中国語言っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ中曽根さん、中国語お願いします。是的<い>，今天谢谢大家收听 FM 吉列湾的广播节目。我叫我仲宗根，我在吉列警察署工作。现在我来说明一下在冲绳发生的溺水事故等水域活动事故的情况。去年在冲上发生的五十七起水域活动事故，而造成三十七人死亡。 其中十起是有关孩子的事故，而造成两人死亡。今年到四月为止，已经发生了七起事故，而造成五人死亡。我认为这是很危险的情况，因为在冲绳的海滨游泳场的话，游泳、水上活动等水域活动是每年四月开始的。我们担心以后会发生更多事故。 为了防止发生水域活动事故，我们要坚持采取相关有效的对策。我们作为防止水域活动事故对策之一，从四月二十八号到八月三十一号，我们加强进行宣传工作等相关活动。很多人来野晚 Tropical Beach 做沙滩烧烤、野餐、游泳等水域活动。如果你们想在海边游泳，我建议。 不要大家一起去游泳，最好留一位看顾行李，以防东西被偷。另外，请注意一下，喝酒后不要游泳，特别是在喝醉的时候游泳是太危险了，千万不要游泳，以免发生事故。以上的意哎，素晴ら <laughs> 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 すごいですね。<laughs> こちらもやっぱり中村さん勉強して。 警察官になったあとえー、このように外国語で情報を発信すると結構、ね、印象に残りますが次に海浜レジャー観光で宜野湾トロピカルビーチに訪日した、えー、観光客に対しての注意喚起を想定した広報を発信するとのことですがじゃあ早速、えー、これはじゃあ英語から。 お願いしますあ日本語がですねどんなことを言うのかということではい、はい、じゃあありくばらさんが日本語を言うはい私が警察官役で、えー、稲見の方が観光客役をやって想定を始めさせていただいたと思いますお、すごいはいじゃあお願いしますはいこんにちはようこそギノワントロピカルビーチへギノワン警察署のアリクブラと申します今日は車で来たのですかえー、今日で二日目となりますレンタカーで沖縄観光を楽しんでいます 沖縄県は海がきれいと聞いてぜひ沖縄観光をしたいなと思い今回願い書か,かない海のレジャーを楽しんでいますそれはいいですねところで海のレジャーを安全に楽しんでもらうため安全対策5足がありますので読んで確認してもらえますかはいいいですよで読んでみます 1. 浮力の確保ライフジャケットウェットスーツを着用すること 2. 単独では泳がないバディーシステム 二人一組で海に入ること。三、自己流は危険。シュノーケリングの機材の基本を習得してから始めましょう。四、飲酒や体調不良の時は事故のもと。飲酒してのシュノーケリングは自殺行為となります。五、泳ぐ場所の確認。知らない海は離岸流が発生する場所があり、危険です。危険な海域では絶対に泳いではいけません。 できるだけ管理者のいる海域で泳ぐようにしましょうなるほど、大変参考になりましたそれからレンタカーで移動していますが車の鍵のかけ忘れありませんか貴重品はベンチなどに放置していませんか世界一安全な日本でも盗難が全くないとは限りません楽しい沖縄観光旅行を過ごしてもらいたいためにも自主防犯を意識してもらい沖縄観光旅行を満喫してください 私たち警察官もビーチパトロールを強化し、車上狙いや置き引きなどの盗難防止に努めてまいります。ありがとうございます。私も事件事故に遭わないよう、自主防犯に努めてまいります。では、良い観光を。これをじゃあ英語で <coughs>、はい、言うということで。はい、はいはい、では、よろしくお願いします。はい、Hello, welcome to the Tropical Beach. I'm m a l a b u Arikubura of the g i n o n Police Station. Did you come by car today? Yeah, the trip is the second day. I enjoy sightseeing by a rental car. I heard that the sea is very beautiful in Okinawa. I wish comes true in this time. So I enjoy the marine leisure. It's very good. By the way, there is a five s safety measure of in the leisure of the sea. Would you read it? Yeah, sure. I'm gonna read it. Number one. Keep floating by using life jacket or wetsuit. Number two, enter the sea in a set for two peoples. Number three, own way is the dangerous. Let's begin it after learning basics of the snorkeling. Number four, don't swim after drinking alcohol or bad physical condition. Number five, as possible as swimming in a managed area. Oh, I see. It's being a good education. You move by a rental car. Do you not forget to close a key? Do you hmm. leave variable on the bench? Hmm. In Japan, said to be the world's safest, but hmm. there may be theft. Please be conscious of crime prevention to spend the present trip.

哎，今天你们开车来的吗？是的，今天是来江雄的第二天，我们走去玩江雄。我我以前听说过江雄海边很美，一直想来江雄游泳。这次我终于游用一张，能在江雄水浴活动网。那太好了。对了，你们在游泳或水浴活动时，为了你们的安全，请注意以下五个事项：第一， 穿着救生衣或潜水服来保持浮力，以防溺水。第二，两个人一组玩。第三，先学好呼吸管的基本用法后才开始游泳。第四，不要在喝酒后和身体不舒服的时候游泳。第五，尽量在设计救生员的海边游泳。谢谢，我知道了。另外，你们租车来这儿，停车后上锁了吗？ 还有，你有没有把贵重物品放在长椅上等地？虽然日本日本的治安不错，但是还是发生盗窃案。为了你们在船上玩的开心，我希望你们提高防盗安全意识。当然，我们警察也为了避免发生盗窃案，正在加强巡逻工作。谢谢，我也要提高安全意识，以免发生事故和东西被偷走。 真心 <music> <music> はいありがとうございます素晴らしいですねそれではもう中曽根、えー、さんからですねラストメッセージお願いしますはい、えー、今回は子どもたちの夏休みなど本格的なレジャーシーズンの前にいたしまして水難事故防止と盗難被害防止に関する情報を発信いたしました技能案警察署では技能案市中城村の安全安心な街づくりの貢献のためにまた同時に 急増する訪日外国人への適切な対応を図るために各種警察活動を積極的に展開してまいりますので皆様の引き続きご協力をよろしくお願いいたします本日はありがとうございますはい、えー、今日はですね皆さん本当にありがとうございましたぜひま,また来月楽しみにしておりますのでそれでは皆さんさようなら出ましたありがとうございました。